本当に私の打ち合わせなんです。ちょっとあもう全然まださ7時57分だよ。まだ7時57分止めた。止めたよ。もう一回スタートすればいい。そう、もう一回スタートすりゃいい。ちょっと待ってね。うん、いいよいいよ。だってまだ2分前だもん。そうでしょ、うん、ちょっと明るすぎるよね。なんで私には女優ライトは出てくんないわけ。じゃあ眩しいじゃん。こっちが黒いもんでさ、すっげえどんな感じですか。すげえなと思って今。本当だ、白黒すごい。私めっちゃ白く見えるね。あ、眩しくなってきた。白い方がいい。いや、いいっす、いいっす。本当だ、もうすごい全然違うっす。本当だ。てか昨日も見たけど昨日より黒いような気がする。いや、どうなんですか、今日雨だから。そう、今日雨だから関係ないか。それは私の偏見か。昨日は焼けたかな。うん、一気に。昨日赤かったのが今日黒くなっちゃったのか。ああ、それはある。色が落ち着いたかもしれない、うん、色が入ったっていうのが、うん、なんていうのかわかんないですけど。でもさ、黒い方が引き締まって見えていいんだよね。あ、まあそうです。美白大事だけど、うん、やっぱ白はちょっと膨張する、うん、膨張色、膨張、まさに私じゃないですか。いや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 、なんでそんな、そんな改まらないで、いつものチョリ君でお願いしますよ。そんないつもここでね、見合わせてお願いしますよ。はい、というわけで8時になっておりませんが、始めろということなので始めてしまいますね。よろしくお願いします。デブラックチャンプルでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ本当毎回何なんですかね。好きみたい、そういうの。いや、本当、ね、まあいいですけれどもね、遊び心が。ああ、さすがですね。さすがですね。だって、うん、よかったですね。聞いてませんけど、どっか向いてますけど、どっか向いちゃってますけど。まあいいんですよ、はい。まあ今日はですね、あの月曜日の生配信をご覧いただいている方にはね、超おなじみなんではないかと思いますけど、ね。まあ本当そうですね、うん。ね、今日は火曜日に引っ張り出してきました。はい、ニュースのチョリ君です。よろしくお願いします。二連ちゃん。ね。二連ちゃんですね。二連ちゃん。二日連ちゃん。昨日も番組やって、はい、今日もやると。はい。もう。久しぶりのゲストですね、僕。そうだよね、うん、だから昨日はチョリ君のところにロバさんが出て、ロバさんも久々に来てくれたって言ってたけど、うん、それのなんか今日はね、そうですね、ゲストなんか変な緊張感あるんですね、うん、そう、なんかささっきからすごいなんかさ、なんか変な、あの辺でもぞ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 してるからさ、うん、なんか変な緊張感、ね、変な緊張感だって、うん、武田くんの一番初めです、ね、あれの時にね、天空の時ですね、天空の時にね来てくれて、それで番組やるって話になって、そうですね、あれよあれよという間に、もう毎週毎週3ヶ月ぐらい経った。え、今7月ですよね。今7月、あれいつからだっけ。4月、天空終わりとか、ね、あ、そうか、天空終わりだから4、5、6、4ヶ月目ぐらい。4ヶ月、え、そんなもんじゃないですかね。そんなもんか。結構早いですね、そう考えると。ねえ、毎週だからね。ほんと早えな。早えよ。早えよ。こうやって年食ってくんだろうなって思う。やめてやめてもうそんなこと言ってても、でもほらチョリ君はまだ若いし、20代でしょ今。一応29なんで、20代じゃ20代ですね。お誕生日来て29歳の年。そうです、2月が誕生日なんで。そうなんだ。あと何ヶ月か、まだ20代ラスト。そっか、私とじゃあちょうど20個違うんだ。20個違い。私だって、はい、この間誕生日って49になったんだもん。おめでとうございます。ありがとうございます。何にも嬉しくないからね。嬉しくないけどね。で、うん、20個、20個って結構、20個って結構だよ。だから下手すりゃ産んでるよ。そうっすよね。そう、下手すりゃ産んでる。いいよね、産んでこんなかっこいい子が生まれたらもう出来合いしちゃうよね。ママ、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントをいただいております。はい、あー、おときっちゃんいつもありがとう、こんばんはって来てます。火曜日も見てね、はい、そう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 ね。20個、僕がじゃあ、うん、生まれた時に20歳 で、 どうですね、そういうこと。私何してたか覚えてないよ、20歳の頃。何してたんだろう。仕事してた、仕事はしてたんだけどね。はい、
うん、まあまともっすね、まあ、まとも結構真面目だったんで私今までここに来てからちょっとおかしくなったんで私あじゃあなんか、うん、あったんですかねこの辺で環境的にそうそうここがねなんか、うん、私をちょっと変えたかな気はするよねまあ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 それはいいんですけれど、まあ、よく変わってるんじゃないですか、うん、ありがとうございますいやいやいやフォローが上手でございますねいやいや本当にまあそんなわけで前々からうん、前々からチョリ君はまあ、月曜日に来てくれてるんだけど火曜日にも顔出してみたいみたいなことをね、はい、そうですね言ってくれてて知らなかったね火曜日のあれを、うんうんね、せっかくならなんか、うん、火曜日も見てみてえなと思いまして見てみてえなと思って、はい、今日そうですねどうですか実際火曜日来てみてけどまあさっきパーって来てって感じなんで、うん、あんまりしっかり分かんなかったんですけど、うんでもやっぱ番組違うと感覚も違うでしょ、うん、感覚も違うっすね、うん、全然場所は一緒なのにね、うん、不思議な感じ不思議また火曜日来たいっすねあ本当あれ月曜火曜、ね、月曜火曜と でもコロナ前は水曜日もあったんだよ、はい、月火水だったんですかそう月火水ってやってたのへえ。そうでしょはいで月曜日はうんとね3時半ぐらいからやってたんだよえ午後の3時半から夜まで夜の終わりの時間は変わらないんだよ今も前もめちゃくちゃやってるじゃないですかすごいタフなんだよあのプロデューサーやりますね本当そうね月曜日がだから3時半からで火曜日が5時半ぐらいからでで水曜日も5時半ぐらいからやってたんだよねへえ65番組ぐらいあってめちゃくちゃあるじゃないですかもうね動物園だったよね。へえ。コロナの直前がそうピーク。だから武田くんもそのピークの時に入ってくれて、うん、月2ぐらいでやってくれてたんだよね。そう。お疲れ様でした。けどまだあれですよね。その規模までできるってことはここからまた、ねうん、パーソナリティさん入れて。そうやりたいなっていう、うん、午後1時やりたくないってやりたくないんだ月か水木ぐらいまでだったら大丈夫ああそういう感じですね木曜日なんてやったことないじゃないですかやるんですかないだから前回は水曜日の枠も埋まって新しくやりたいって言われても入る枠がないから、うん、じゃあ木曜日にやろうかどうしようかねなんて言ってたらコロナああそのタイミングでそうなるほどそうだったのよへそれに比べると今3分の1ぐらいだよねあ規模としては今ねこの間数えたの、はい、番組数21番組あったそうそれでも21もあったんだねああね隔週の人とかもそう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 隔週の人も月1の人もなるほどいるもんでそれでそう数は多いんだけどまあでももうちょっと増やしたいねそうですね増やしたいですね ×2 ぐらいにはうん、増やしたいですね。ね。そう増やしたい。あるとね、喋りたくなるでやっぱり。そう。ああ、そうなんですか。うん、それはあるよね。そうだからどうチョリ君ゲストの人いろんな人連れてきて面白い人連れてきてくれたけど、はい、番組やりたい的な感じの人いない？いや僕が、うん、マジで番組やれよっておすすめしてるのはレオです。うん、でしょ？私も言ってるの。あのね月曜日を見てもらえば分かるんだけどねレオさんっていうね、うん、ちょっとガタイのいいねお兄さんお兄さんって言ったってもね、うん、私の息子ぐらいな年齢になっちゃうのかもしれないんだけど。うん上手よその子がやっぱ「いやお前番組できるよ」って言ってるんですけどね、うん、ほんとやっちゃえよレオやっちゃえレオやっちゃえよってほんとにおすすめしますあれはほんと、うん、まあ営業やってるからなんですかねあそうかな喋りが、うん、だけどね私すごい思うのが自分がこの年齢の時に、うん、じゃあこうやってカメラの前に座って喋、うん、れたかっていうと多分喋れてないと思うんだよねあそうなんですかやっぱ若いとさ、あちょっと躊躇するよね。こうやって人前で喋るのって。だけど割とだからチョリ君もそれに対してえって思うってことは喋れる人なわけじゃん。あそうですね。で、はい、チョリ君が連れてきてくれる同年代のこっちも
割と物おじしないで喋れる、そうですね、喋れるですね、うん、だからすごいなと思って。ああけど僕の連れてくるゲストも、うん、こいつこんな喋れたんだっていう発見はありますね。やっぱりそうなんだ、知らないで連れてきてるんでへえ、で喋ってみたらめっちゃ喋れてたやんみたいな、うん、すごい、大体全員そうですね、うん、今のところ、うん、私のツボはやっぱりあの、はい、新米庭師の栗田君、栗田君、栗田君、そう面白いよね、面白いよね、うん、だからね、うん、前に栗君がほら、はい、あのそれこそ千葉行っちゃって帰ってもらわなくなっちゃった武田君からでごめんあの時にさ、はい、あのレオさんと、ああそうですね、栗田君代打で、そう代打で2人で来てくれてね、うん、すごかったよねあの時、うん、本当に面白かったですか、面白かった、何が面白かったって別にチョリ君がいないいないからじゃないんだけどいないのに存在感がすごいんだよなるほど、ね、いないのにもう話題の中心になってて、コメントほらめっちゃあの子の時すごいですよね、毎回なんかやっぱそこですっごい盛り上がって、で見ててさ楽しくなってきちゃって、こっちも、あでその時に、ね、よかったな、レオやっちまいなよって言ったんだけど、イエーみたいなごまかすのな、ニマニマしながら帰ってたけど、うわう、何なんかな、うん、やったらいいと思うけどな、やったらいいと思う、俺は全然今なら枠まだあるよ、そうそうレオやっちまいなよ、レオやっちまいなよでも本人の前で呼び捨てなんか言えない、いや全然いいっすよ、ね、そう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 とか、うん、あとほら最近あれだけどほら初期の頃に来てくれた大輝今愛知県行っちゃったんですよ。あそうなの、なんで愛知県でお仕事、あのお仕事、ああのやってます、へ、まあいずれ帰ってくると思うんですけどね、うんうんうん、ちょっとしたら、あ、うん、そっかそっかそっか、あいつも意外とね、うん、やられるんで、彼はさ引き出しが多いよね、まあ、まあ、なんかそうですね、うん、なんて言うんだろうな、個性強いんで彼は、うんうんうん、本当に引き出しは多かったですね、やっぱ、うん、でその引き出しが結構上の年代の私たちでもキュンとくるん、そうですね、うん、だからその御朱印とか、御朱印とか、そのお遍路さん行きたいとか、うん、そうですね、そんな若いのにそうだよねそうだよねみたいな、大輝ね、そう、うん、そういう感じの人が多いかなっていうイメージだな、うん、大輝も、うん、あ大輝はどうなんだろうな、パーソナリティとしてやる、うん、ゲストの方が向いてる可能性はあるかもしれないですね。あ、そっか、ホスト役じゃないか、そのバッて投げかけて出る答えがおもろいみたいな感じなんで、振るっていうあれはどうなんだろうなと思うんですけどね、やっぱ。なるほどね、それもあるかもしれないね、うん、だから例えばアシスタント的な感じで、うんうん、横に置いて、うん、チョリ君が回して、うん、で真ん中にメインゲストさんが来て、うん、面白そうですね。この間の野添社長が来てくれた時のレオさんみたいな立ち位置みたいなのも、うん、面白いですね。面白いかもしれない。面白いです、ね。いいじゃん。いいな、そういうなんかこうネタが満載で。いえいえ。ね、まあ、すごいと。濃い人が多いですからね、なんかやっぱ僕の周り、うん、なんでかね、なんでだと思う、自分で なんですかね、本当、何、野球、野球、あとは、うん、行ってた中学にもよるかもしれないですね、やっぱ、あ、私立行ってたんで、うん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 、なんかそのなんていうんですかね、自分の家がなんかやってる家とかの息子さんとかが多いんで、うんうん、そっか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 、そういうのあるよね、それはあるかもしれないですね、うんうんうん、なんで類は友を呼ぶじゃないですけど、うん、やっぱ濃い人が集まるっていうか、うん、なんか確かにあのね、普通の公立だと、うん、やっぱこうや、うん、まあ中にはそうじゃない人もいるけど、もっと普通な感じでやっぱ固まるところは、うん、まあそうですね、あるよね、うん、でまあ部活とかもそうだし、うん、あとまあそのいろんなところからこう、うんうん、野球ってさ、こういろんなところからいろんな人が来るじゃん、ね、うん、だからすごいそのなんていう集まりっていうのすごい独特よね、うん、独特ですね、うん、普通に生きてたら集まんないやつらが集まってるんで、そう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 本当に本当にすごいと思う。まあ私は野球はやってなかったんだけど、はい、ちょっと野球を
やっぱりやってた人とちょっと長くお付き合いしてたことがあったので、結構社会人野球のちょっとマネージャー的なことをね 4,5 年やってたことが実はそんな過去が私スコアかけますよ。すごいですね。かけますよ、スコアはできます。僕かけないですよ、野球やってたくせに。かけますだけど、はい、弱いチームだとスコア書くの大変じゃない、はい、まあ確かにそうですね、ね、うん、守りがさ平凡とさ、うん、アーチから4に行ったり5に行ったりさ、もううわーみたいな。そうですね。だから、はい、ある程度強いところの質のいい試合じゃないといいや。パッパ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 、あ、なるほど。あんなにヘマするような試合だともう私も途中でもペン投げちゃって、うん、やだこんなスコア私は書けないまあそれはしょうがないですね。そうそうそう、しょうがないですよ。まあそんなあれも、うん、でもね、まあ、うん、結構強かったんだよ。ああ昔ね、はい、ジョージアカップだったの知ってる？聞いたことはあるかな、ジョージアカップって。多分年代じゃないからもうあれだけど、私がだって20代の頃、はいはい、聞いたことあるかな。私が20代の頃だもん。ジョージアカップっていう要は社会人、はい、野球のまあ大会、はい、地区大会から全国大会まで行ってみたいな、最終的には都市対抗的な感じのものまで行っちゃうようなやつがあって、はい、そう、それにね静岡県の代表で出たんですよ。すごいじゃないですか。すごいんですよ。強かったですね。強かったんですよ。それはまあ、某商業高校の野球部 OB の州で結成してて、はい、でそこのエースで4番だった人の彼女だったんです、はい、なんで別れちゃったんですか本当になんかね、そんななんかね、見てると嫌だからね、あんまり言いたくないんだけどね、そう、うん、なんかめんどくさくなっちゃってまあな、いろいろありますよね。めんどくさくなる時もありますよ。だけどね、その時のね仲間みたいな人っちとは、うん、まあコロナになってからは会ってないけど、うん、コロナ前は結構飲みたりしてて、おー、じゃあ、うん、いい関係ですよね。いい関係、うん、いい関係。 そこで全部バーンってならないのが、あ、ならないな、ね、でも結構野球のさ人間関係ってそんな感じじゃない。まあそんな感じですね、うんうん、だから結局野球のチームは、うん、ね、その実際の男衆も離れちゃってても、うん、変な離れ方しても、うん、なんか別に野球じゃなければ、うんうん、普通に会って話もできるし、そうっすね、遊びにも行けるし、うん、みたいな。全然その辺はそう、そういうのがあるからやっぱ野球ってすごいな、うん、私何にもバットも振ってないんで野球を通じての人間関係はそうですね、うん、だからなんとなく私も野球をやってました風になったでいつも向こうでひとりくんがそのね野球のお友達とかと話してるのを聞いてると、うん、そう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 って思うんだけどおめえ何も趣味にも入ってないしボールも投げてないだろうって思うんだけど、うんうん、そういうのあったりしてね、そういつかそれ言おうと思って、で今今日今ここで言って関係者見てたらごめんね、うん、そんな感じへえ、そうだったんだ。そう、面白いな。面白いでしょ。うん、そうだからね、まあでもプロ野球は興味ある？興味はありますよ、別に普通に、うんうん、まあどこが優勝したとかそんぐらいですけど、うん、私全然プロ野球わかんないんでね、よくほら、はい、カッピー、ああはい、ねえ、昨日もベイスターズのユニフォーム着て、うん、いろいろ愚痴ってるけどまあけど、うん、本当にその一つの球団好きになったら愚痴りたくなったりするのはまあ別に分からんでもない、分かるっすよ。あ、そうなんだ、うん、いやそろそろ勝ってくんねえとなみたいな、うん、まあ多分あると思うんですけどね、うん、僕はその球団にのめり込むっていうより、うん、選手がこの選手好きだったこの選手好きだったっていう感じなんで、まああれですね、うんうん、好きな球団っていうより選手だったかな。最近好きな選手はって言われても、うん、今いないですけど全然、うん、昔は中日の川上憲伸投手、わ、うん、かりますか、わかるわかるわかる、うん、とか、うん、ロッテの今江選手ってわかります、わかんない、いたんですよ、ピッチャー、後々、いや外野手やってます、後々楽天入ったんですけど、これがピッチャーで好きな選手、野手で好きな選手で分かれてたんですけど、なるほどね、今はどうですか、みんな結構
トントンって感じですね、うん、嫌いな選手いないかなってぐらいですね。今実際誰なのか分かんないもんね。今は誰が旬なの。旬な選手ですか、うん、旬な選手誰なんだろう、ね、やっぱ大谷翔平じゃないですか。あ、もうそういうこと。もう日本じゃないし。日本だと誰ですかね、うん、ヤクルトの村上選手って、うん、とかかな。あの完全試合達成したの誰だっけ。あ、佐々木朗希。朗希、うん、あれもロッテの選手、うん、若い子ですよね、うん、とか、とかあとはまあ静岡県出身の、うん、ね、あの、うん、森圭斗選手とか横浜に今いるんですけど、あとかその辺ちょっとカッピーに聞いてみよう。そうっすよ、森圭斗選手の兄は僕の中学の後輩なんですよ。え、すごいじゃん。でここにこの前来た鈴木クレーンの、うんうん、あれがその圭斗選手めちゃくちゃ仲いいっすよ。へえ。そうそうそうっす。すごい。あの子とかは結構これから人気出るんじゃないかなって。かっこよくて野球うまくてなんで。パーフェクトじゃん。もうすごいっすよ。感じがな。日本のプロ野球最近僕もしっかり見てないんで、うん、あけどこの前見に行ってきました。あれ見てきた。ビッグボス見に。どうだったビッグボスは。スタイルがめちゃくちゃ良かったですね。あほわーって思いました。あでもさ、はい、ビッグボスコロナになっちゃったよね。あ、そうなんですか、うん、いつなりました。最近いつだっけ。ここ2、3日あれ違ったら嫌だな。そんなニュースを見たような気がした。あ、まあ、濁しといた方がいいですね、うん。へえ、うん、見に行ってきました。行ってきた。楽天対みんな。そう、行った人。うん、うん、どうでした。雨が降っちゃったっすね、途中から。けどまあ全然最後までやったんですけど、うんうんうん、バックネット裏の3列目だったんですよ僕、うん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 、席結構すげえいい席で、いいね、うん、いやめちゃくちゃ面白かったっすね、うん、飛んできた。いや飛んでこないですね。飛んでこない。まあもう近いんでこう、もっと遠くの方なら飛んできたと思うんですけど。あ、そっか。近すぎて。しっかりと飛んでこないのか。近すぎて飛んでこないですね。へえ。何どうした急に笑って。飛んできたっていう。飛んできた。面白いですね。なんかさ、ああいうほらアメリカとかでさ、よくチンプレイコープレイみたいなのさ、はい、子供がさこうグラブ持ってさ、うん、ってこう待ってるじゃん。うん、待ってますね。ああいうなんかチョリ君をね、私が勝手に想像したと思って。まあバックネットなんでね、まあ、よね、外野とかならね、うん、こうやって待ってたりするけど、うんうん、テレビの中継とか入ったらじゃあ映りそうな。ああ、そうですね、感じ地味に。あ、コメント入ります、ありがとうございます。あ、なったみたいですね、マッサーさんに。ねえ、やっぱでもね、大丈夫、私もなったから。あ、なったんですか。私なったんですよ。へえ。もうずいぶん前だけど。へえ、きつかったですか。全く全然無症状だったの。へえ。無症状で濃厚接触になって、はい、1週間うちにいて、はい、まあそれであのもう表に出たいもんで、はい、検査したら陽性だった。へえ。でもう10日間追加みたいな感じで、もう気に狂いそうだ。でも熱も出ないし咳も出ないし、元気な状態であれって、そう、そのもう缶詰状態というか、そう、とにかく家から出ちゃダメ。しんどいですね。しんどくって、もうしんどくって、もうね、何していいか分かんないですね。そうだからね、うん、真っ昼間からね、うん、あの暇そうな友達のところに、ね、電話しまくって。そう、まあ暇つぶしにはいいっすよね、やっぱ、うん、ほんでまあね、専業主婦の友達とか、うん、まあ、営業でね、うん、回ってる友達とかがね、うん、あのお話なんか食べたいみたいな言ってくれて、ーケーキ食べたいっつったらケーキ買って玄関とこ置いててくれた。めちゃくちゃいいじゃないですかそれ。そう、外出れないのは辛かったけど、うん、あとはもう快適だった。ああもう、うん、へえ、まあ、そういうお友達がいてよかったっすね、本当に。本当によかった、うん、俺どうしよっかな、そんな元気な状態で閉じ込められてたら。そう、やることないですね、うん、そう。だからね、部屋すごい綺麗になったよ。あ、掃除。そう、毎日掃除して、はい、もういらないものをもう捨てまくって、はい、そう、へえ、捨てまくってっつってもゴミを集めるんだけど、ゴミを出せないもんだから、うんうんうん、ベランダに出してて、じ
ちょっとゴミ屋敷みたいになっちゃったんだけど、まあ、それを、まあ、あのシャバに出た時にシャバに出た時にうわーって言いながらもう大量にゴミを出した。へー、そんな感じ。あ、そうか、チョリ君に出会う前だ、はい、私なったの3月だもん、ね、あ、じゃあ前ですね、僕4月からのあれなんで。そう、だって初めて会ったのがだからここで武田さんの武田君が連れてきてくれて、その後に天空の坪庭に行って、ね、うん、まあ、あんまり大きな声じゃ言えないけど、まあ、そこでちょっとね、まあ、そうですね、ミーティング的なものがあって、ね、そこでいろいろ話をして、で今に至るという感じですね。あれはあれよという間にね。本当に、あ、それはそうとさ、はい、まあ、チョリ君は、まあ、本業が庭師さん、はい、庭師ですなんですけれども、はい、まあ、庭師として今チョリ君は大役を担っているんですよね。そうなんですよね。そう、はい、何をやってるんですって。あのみんなの草加っていう、うん、プロジェクト、竹あかりのプロジェクト、うん、あれを任されましてですね、すごい、うん、去年竹あかり展みたいなのを多分、うん、あの竹田くんと、そうですね、なんとかラボなんだっけ、ランドラボです、ランドラボ、はい、の企画で八重洲神社で、はい、やったんですよ。あの知ってる人も多いと思う、うん、私も行かせてもらったんだけど、はい、ああいう感じのものを、あれとは僕はちょっと違う感じになりますね。どういう感じになるの？結局、うんうん、マルシェ、マルシェ、イベントに、うんうん、あの人たちがいて、うん、夜はその、まあ、イルミネーション的な感じで、まあ、作品としてあって、けど、まあ、その夜中の時間は、あのマルシェはもう終了っていう感じで、うんうんうん、まあ、同時開催っていう感じで、あ、なるほどね、明るいうちはマルシェをやって暗くなったらイルミネーションを楽しんでください、そうっていうのを9月の10日から10、11の土日と、あ、連休の時だ、10、17、18、19の連休、この5日間でやろうかなと思って、それを7月にできたばっかのトライアルパークカンバラってあるんですけど、うん、どの辺カンバラ？カンバラ、あの富士川のちょっと手前です、うんうんうん、そこで開催っていう感じで今、うん、出展者をあの募ってる開催、あ、そうなんだ、出展者募ってるそうです。そうですね。え、どういうジャンルの出展者を？いや、別に基本的にマルシェなんで、うん、何でも別に構わず出展してくれって感じ、うん、ああ、なるほどね。なんでこうマルシェとかで出展してる人とか物販とか、物販でもいいし、あとはまあなんかね、作品の展示でもいいですし、うん、ああ、なるほど、うん、とか、まあ飲食も、まあ、飲食はキッチンカーの方だけ僕た、うん、取りまとめれなくて、その向こう側が場所側の人らが取りまとめるって感じなんですよね。そうなんだ。ただ、そうなんだ、そのテントでその飲食っていうのは僕の方で、うん、取りまとめるんで。なるほど。じゃあそこの、まあ、イートインスペースみたいな感じ。まあそうですね、うん、へえ、なれるかなって感じですね。面白そう。じゃあ行こうかな。いや、それはもうぜひ来てくださいよ。ねえ、そうす、電車で行ける？酒飲みたいじゃん。いや、本当そうなんですよね。あそこどうなんだろうな、うん、電車神原駅とか近いのかな、わかんねえな、うん、あの辺ってほら駅がいっぱいあるイメージだもんね。まあちょこまかありますよ ね、うん、そう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 、なんか線路沿いっていうか歩いて行けるような距離だったらなんか全然 OK なのかなって、ね、うん、いいと思います、思うんだけど、うん、すごいね。じゃあもう準備は、うん、一応そういう観察でやってて、もう竹あかり自体はもう17、18のみたんですけど、うん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 、まあその制作時間があったんで、うんうん、もう1週間とかそのぐらいの期間借りて、うん、っていう感じで、すごいね、本当に本当、うん、それを47都道府県で18日に一斉に灯しましょうみたいなプロジェクトで、うんうん、今年が集大成って言ってて、うん、そのランドラボさんから、うん、今年服部くんどうやってみなよって、うわー、言われたんだ。でその場で、あ、いいっすよ、わかりましたみたいな感じになったんですけど、うん、蓋開けてみたらめちゃくちゃ大変これみたいな感じで。いいよいいよ、うん、だって任す方もさ、誰でもいいわけじゃないわけじゃん。まあ確かにそうですね、軽い感じで言いそうだけど、だけどあの人はね、意外と考えてるよ、いろんなこと。いや、そうですね、そう見ていますよね。そうで、ちゃんと、うん、なんて言うんだろうな、こう持ち越さないですぐ返事するじゃん。うん、そうですね、僕、うん、やっぱ
ぱね、ここもそうだけど、やっぱそういう人がいいと思うよ。即答の人ですよね。そう、うん、とにかくあれこれ考えないでやってみる。まあとりあえずはいって言って、はいやります、ね。まあそれ結構大切ですよね。大切だと思う。だからね、ヤジテレビもパーソナリティやりませんかみたいなお声かけをすることがよくあるんだけど、うん、やっぱり即決したじゃん。僕即決でしたね。うん、全然やりますって。やっぱ即決する人がやっぱり長く。ああそうなんですね。やれるっていうか、やるかなっていう気はする。まあ別に即決しないからダメって言ってるわけじゃないんですよね。だけどそうですね、どうせやるんだったら、うん、やるっていうことだけでも決めちゃえばいいじゃん。うんうん、まあそうですね。僕もゲスト呼ぶときに、うん、ゲストさんやっぱ大体みんな結構あいいよ行くよっていう方が多いので、そんな感じだよね。そう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 、なんか見ててわかる。それはいいっす、行きます行きますみたいな、うんうん、結構多いんでね、うん、やっぱ気持ちいいっすよね、うん、そうだ。私もなんか都合が悪いって言われれば、まあ、またねっていうか、うん、出てもらいたければいつどうみたいな話を進めるけど、うん、出るか出ないかっていうところで、うん、ちょっと待ってって悩まれちゃうと、うん、私は結構スルーしちゃう。いいよいいよ、またその時出たくなったら出たくなったら声かけてって言って、うん、声かかるかなかかんないかなっていう、うん、まあ、まあ、悪いではないですけどね。そう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 、うん、だけどやるんだったら、うん、さっさとやることを決めちゃった方が、まあそうっすよね、後々楽。うん、それはね、ここが教えてくれた。うん、ああそれはあるっすね。うん、私は今まではそうじゃなかったから、ああそうそうそう、どうしようかなみたいな。そう、で、まあ、私がね番組をね、うん、始めるきっかけになったのは、はい、まあ穴埋め的な感じだったんだけど、私は見てるのが楽しくて、うん、ギャラリーで見てたんだよね。はい、そしたら青木さんからいついつ開くからって言って、はい、そう、何時からやってっていきなりメッセンジャー来て、うん、前の日だよね多分。と思って、さすがですね。だけど私その時やらないとは言わなかったよね。躊躇しなかったよね。あの時分かりましたって感じだったよね。ここに座って喋ったこともなかったのにね。聞いてんのかな。聞いてないと思います。いいですいいです。ねえ写真撮ってくれてる。ありがとう。すいません、ありがとうございます。GM でヘッドセットで聞いてたもんね。ああそうですね、チェックしてね。どうも俺のこと言ってるなと思って今。そうですよ、気がついてし、視線を、視線を感じた。今ちょっと撮影タイムなんで皆さん、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、真っ青さんお勤めですかって、何のこと、どっからの会話なんですかね。どっからの会話、ごめんね。あんまりまだねちょっと目がね、はい、イエス、あもう一回チーズ、あーどうもはい、どうもどうもね、ありがとうございます。とお勤めですか。はいチーズ、はいはいはいチーズ、めっちゃ撮ってるじゃないですか。そう、そういつもね、最後の枠はもうこういう感じなんで、いつもゆるい感じで。ああそういうことですね。チョリ君の時間帯はこうほら前後があるから、あります、はい、結構まだ青木さん的にもバタ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 しちゃってるんだけど。なるほど。そう、この時間になるとただ終わるのを待ってるだけだもんね。ね、うん、はいはいはいみたいな。だから写真を撮れと私も言えるわけですよ。おもろいですね。もういいです。めっちゃ多分多分もういいですね。ゴミ箱行きでしょ。そう、全部全部ゴミ箱。昔一日で500枚撮ったからね。すごいじゃないですか。一眼レフで。一眼レフでね撮ってたんですよ。すごいですね。ね、青木さんもチョリ君と話したいって言ってたじゃん。今日のゲストチョリ君だよって。一人の話。そうだけどさ、なんか俺が話そうかなとかって言ってたじゃない。言いました、言ったよね。俺も座ろうかなって言って座ってる。座ってますね。そちら側に、ね、あ大丈夫ですか、はい、まあ、そんな感じでもうね20時31分なんですよ。いいんですか。もうずっと言っちゃうじゃないですか。もうでも前回そんな感じで、はい、やっぱ隣に座ってくれた人と話が盛り上がっちゃって、はい、終わったらね50何分喋ってたよね。すごいっすね。チョップスティックなんていつもだよ。
最後の枠の時とかですか。そうアンコール一人で盛り上がっちゃってさ、他の人みんなグテーして私はもうね露骨にここ私じゃないミサフロさんは露骨にここでもう携帯いじってうーんってやる気のない感じで、ね、だいたい10分でみんなね飽きちゃうんだよ、はい、チョップスティックさんチョップスティック見てたら泣いちゃうからやめてかわいそう泣きはしないよね、うん面白い人たちですね。そうだからねあれをやっぱり自分の枠だけじゃなくって、うん、これはまあチョリ君は自分からこうね、うん、来たいって言って来てくれたっていうのもあるけど他の人もね、うん、やっぱね違う自分じゃないところに一回ね来てみるとね、うん、また全然変わると思う。全然変わるっすね。なんか全然変わるよ、うん、ね本当にそう心構えがなんか今日違うっすもん。うんなんかちょっと硬いもん。あ本当っすか。硬いよなんとなく。硬いのかもしれないですね。ねえ、まあ、だまあまあそんな感じでね。あ本当、まあ、お送りいたしましたけれども、はいありがとうございます。ありがとうございました。こちらももうすぐ終わりますんでね。ありがとうございました、はい、な何ですか。 どうしたんですか。入りますか。気にしないでください。頭があいいしいいしいいし大丈夫ですか、うん、はい、はい、お疲れ様です。どうも初めまして。 今つけた人は何だと思いますね。いいですいいですよ。ちょうど顔が隠れていいよね。あそうですはちゃめちゃな感じ。こんばんは、ね、もうギャラリーは一人もいません。はいません、ね、ギャラリーさん今ね勝ってしまいました、うん、さっきね、うん、チャミさんとね戦ったんだけどねあれ結構パワーいるよ。あ本当ですか。何何個パワーなんかあの TikTok 動画ですか。そうそうそうちょっと見てました今 あれね結構パワーいる。あそうなんですね、うん、戦う全然わかんないですけどね。なんていうんだエア、うん、エアバトルってやつ。エアバトル、うん、エアでよくほらエアギターとかって ありますね。はいあれのバトル。そうそうそう日本の空手ってほら寸止めするじゃん。しますね、うん、あれ辛いんだよね。当てちゃいけない。当てちゃいけない。寸止めっていうのがすごいね、虚しく感じたんだよね。へー。大学の時1年ね、体育でカラオケじゃない、空手を選択しちゃったんだよ。はい。もう簡単だろうと思ってこれ、ね、適当にやってりゃいいやと思ってたら、はい、怒られちゃって、はい、もっと真面目にやれって言って、はっはっってやるんだけど、はい、平安ショーン行きますって言って。俺体育じゃなかったのかなと思ったんだけど、全く1年間ねサッカー選んだけよかったと思って。あ空手なんて空手か。もう空手やってる人に申し訳ないけどいやでもってサッカーだったら空手の方がいいような気がするんだけど。大変。なんか将来役に立つのは空手かもしれないですね、うんうん、立たないといけない立たない今は何も空手平安初段ね覚えてるけど、ね、平安初段って何。そういう型があるだよ。あ型か。初段じゃないんだ、うん、私それはなんか初段を取ったっていう。いやちょっとそういや中に真面目なやつがいるでたまに、はい、そういう人こう組むと、はい、あの顔にぶつけてきやがるんだよバカ野郎。だって寸止めじゃないんですか。違うんだよ。空手部のやつが一人いたりすると、はい、本当に殴ってきやがるんでこのバカ野郎真面目にやるなよ真面目にやれば寸止めなんじゃないの。違う違うんだ。真面目にやるとこう避ける時はしっかりこう来てるのをこう避けないといけないっていうやつがいるだよ。へえ、うん、なかなか厳しい世界です ねそこは、うんうん、でも空手部のやつはね戦いたいんだよね、はい、みんなね。あかもしれないですね、うんうん、飲み行くとさ、うん、そいつがさ大勢と一緒に戦ってて周り人だかりになってるの見ちゃってさ、うんこいつやっぱり戦いたかった悟空じゃないですか、うん、だからあえて僕は止めなかったですよ、ね、あ喧嘩してるな。もう喧嘩に割り込んでやめろやめろって言ってて自分が結局戦っちゃうんだよ、うんうん、そういうやつって、うんうん、なるほど、まあ、自業自得、うんうん、だから鍛えちゃダメだ あそうっすね戦いたこと鍛えるとほら野球も投げたくなるじゃん。まあそうですね、うん、どんなもんなのか、ねうん、それで160キロなんか出しちゃったらさ、うん、ねえ俺プロいけるかもしんねえなとかって勘違いしちゃったりするじゃん、うん、160キロ出せば、うん、プロいける。まあ大体いけると思うんですけど、まあ、コントロールにもよるし、あとは、まあ、
今の時代ストレート一本ってなると、あそうだ、ね、もうちょっと難しいですかね。今はもうあの女の子でも投手できるんですか、でプロ野球。日本女子の野球が、女子野球があります、うん、一緒にはやっちゃダメなの。ダメだと思いますね。でもさ絶対打てないような球投げられたらどう。いやそしたらこうやってフワン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 って漫画の世界で見るやつですね。消える魔球みたいなのさ、はい、投げる人いるんじゃない。消える魔球、そうしたらまあ、うん、もうメジャー行っちゃった方がいいんじゃないですかね。もうえ逆にアメリカだと女の人はできるの。もうできないと思うんですけどね。なんかね、うん、見たことないもんね、うん、女の人のほらフットボールとかあるじゃんね。フットボール、エッチっぽいやつ。フットボールですか。何エッチっぽい。そんなあります。フットボールってサッカーじゃないの。違う違う、アメリカンフットボールみたいな、女の人ヘルメットかぶってさ。あ、アメフトみたいなありますよね。ありますよね、女子限定のやつありますよね。格好がすっげーエロっぽいやつ、うん、あるっすよね、うんうん、あれ面白そうだよね。面白そうっていうか見てる分にはそうね。面白そうって出れないからね逆に、うん、だからスポーツは見るもんじゃん。うんうん、ね、まあ、そうですか。じゃあ見てください。うん、あれ面白いよね。なんなことやらって感じですね。すいませんね、話があっちこっち飛んじゃって、ね、本当ですよね。それはしょうがないですね。でも視聴数がね減らないんですよ。減らないですね。僕格闘技はよく見るんですよ。あ、本当ですか、うん、YouTube で。あーずーっと見ちゃうんですよ。面白いですね。夜中もずーっと見ちゃうんですよ。好きな選手とか見るんですか。最近はあいつだよ、直也、井上直也、うん、あれはもうやばいっすよ。あれやばいよね、うん、もうすごいと思います、うん、僕ももう、うん、こ顔スッてやるだけでね、よくちゃってね、うん、でバーンってやっちゃうじゃないですか。すごいっすよね。あれはちょっと勝てないでしょ、うん、あのスピードにはついていけない、うん、めちゃくちゃかっこいいっすよね、うん、かっちょいんだよね、うん、井上直也、うん、ね、あいつにも最近そこにねボクシングプロボクシングプロボクサーいるだよ。あ、そうなんですか。練習してるそこで。へえ。2人よくたまにこの前を通るんですよ。今度試合あるまで見に来てくださいって言われちゃったんだけど。本当ですか。うん、行かないけどねここでじゃあ行きますみたいな。ああ、言っちゃった行かないけどね。あ、へえ。行かないけどねって、わざわざ触れなくても。あ、触れなくてもいい。プロボクサー行けたら行く。そう、だから遠いとこがまあいいよ。ここでね、うん、うん、そう、うん、どう、ボクシング。いや、僕格闘技生で見たことないんですよ。へえ、そうなんだ。すっげえエクサイティングするよらしいっすね。うん、知ってる僕何やってるか。今っすか。え、中南米友好協会はいの、はい、一応理事。中南米友好いや格闘技の話はまた違うっすね。ちょちょ、中南米友好協会で実はリングも持ってるんですよ、ボクシング用の。それを俺に管理しろってね、うん、理事長が言うわけ、はい、元プロボクサーだもん。プロボクサーの理事長の。へえ、うん、そうしたらいいじゃないですか、管理。だから管理っていうか、貸したくないんだけど、はい、あの断りたいんだけど、はい、理事長はでも俺に、はい、一応相談を受けて遠回しに断ってくるみたいな。だからワンクッション俺を通したいわけよ、理事長は。なるほどなるほど、ややこしい感じですね。角を立てたくないとか、いろいろあるね、問題がね。だから静岡県全部のボクシングのジムと顔を聞く人だもんで、うん、へえ、うん、そう、煩わしいことだけ俺に言ってくれ困った。まあそういう役割だよね、うん、うん、そうですね、うん、だからあれやれこれやれって言うと、うん、ついついこう言うこと聞いちゃうもんで、うん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 、そうリングやりながら、うん、ほらラウンドガールやってくれる人を探せとかさ、あ、うんうん、そう、余興で、はい、サンバ踊ってくれる人見つかったから、はい、サンバの衣装買いに行こうぜとか、でどこへっつったらね、浅草行こうぜっつって、はい、一緒に行ったでよ。へえ、うん、サンバの衣装買いに。そうなんだ、うん、なんでサンバの衣装で浅草なんですか。浅草っつったら世界で2番目にでかいカーニバルじゃん。知らない。サンバカーニバル。知らない。1番はリオのカーニバルですよ。ああ、はい、2番は浅草になっちゃったんだよ。すごいっすね、日本なんか。すごいだよ。へー、サンバカーニバル見たことないで。なんか
あれ裸踊りだからね。なんかいやそう裸までは見たことないんですけど、うん、踊ってるのは見たことあるんですよ。あれね、はい、裸見に行っちゃダメ。ああはい。男はみんなそれ見たいじゃん。けど僕見たのはもう中学生ぐらいだったんですよ。あれね、はい、あの太鼓とか、うん、あのサンバのリズム刻む人たちがいっぱいいるじゃん。うんうん、あれがすっごい大きいこう、うん、なんていうんだチームになってて、うんうんうん、みんな寄せ集まってとんでもない100人200人のチームになってんだけど、はい、あの中でビデオ撮ってた時あったんだけど、はい、だん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 ねこっちがねその高揚してっちゃうんだよ。だから、はい、その中で一人サンバのお姉ちゃんが踊るじゃん、はいはい、もう気が狂ったように踊るのがね分かる。へー、あのリズムの中に入っちゃうともういても立ってもいられないことじゃん。ビデオね撮ってる場合じゃねえよってなっちゃうんだよ。へー、これだよと思ってリオ行きてーと思ったんですよ。あーはい、うん、行ってないけど。まあそうですね。そう、静岡でサンバカーニバルやった時絶対行ってもいいよ。もうやんないって言ってたけど。あ、やんないですか。やんないみたいな。やるでしょ、静岡の、あの今年やっちゃ、今年やっちゃったんだけど、はい、あの浅草サンバカーニバルよりも静岡は七軒町のところでやるもんで道が狭いもんで、うんうん、あそこのあの太鼓のところでずっとついていくと、うん、もうとんでもない、もうここら辺がもうバン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 。いや、カメラマンは裸のお姉ちゃん撮ってるからいいんだけど、うん、あのそれを撮り飽きたらその太鼓隊と一緒に歩いてると、はい、もう踊りたくなっちゃうんですよこれ。へー、もうどうでもよくなっちゃうんですよ。へー、これだよサンバってこれだと思って、はあ、日本のサンバにほらあのなん徳島の雨戸あるじゃないですか、うんうん、だからあれ行きたいんですよ。多分サンバと同じような感じで、うん、もう踊りたくなると思うよ。うーん、すげえ。行ってもいい、若い人は特にね、あの阿波踊りとか行ってきます。サンバリオのカニバルとか、そういう盛り上がるとこ行ってね、はい、魂をこうね行ってきます。もうすごいことになるから、すげえ、ま、祭りってこれだよって。だから焼津祭りもそうだよ、多分そんな感じなんだよ。だからお盆の時にああいう祭りやるじゃん、どこの祭りも多分同じだと思うんだけど、はい、もうたまんないんだよ。もうエキサイト、気分が上がっちゃって、だからリオのカーニバルもそのサンバのお姉ちゃんも真っ裸で踊るっていうの分かる。へえ、全然違うんだと思うんだよ。へえ、うん、だからお盆だよね。お盆にみんな集まるじゃん。ああ、確かに。ここで祭りに参加した方がいいね、見てるよりも。ああ分かる。なるほど。大丈夫、すいません、盛り上がっちゃって汗びっしょりになっちゃいました。 いいっすね、すいません。まあ、あの中南米友好協会さんがあのあ例のところでまたサンバカーニバルやってくれればいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど。いや、格闘技選手権やるでしょ。で、ああはい、そのサンバ、うん、あそこで中南米友好協会主催で格闘技、うん、だから、はい、格闘技を生で見ると、はい、血が出たりするじゃん、はい、もうるせえエキサイティングするんですよね。へー、見てる方もやってる方も怖い、へー、血が出るもん。血が、あの秋の原プロレスもあったり、あのいろんな種類の格闘技の大会になっちゃうもんで、だからボクシングっつったらとんでもなくエキサイティングすると思うよ。へー、プロレスなんかも。そうだよね、おときっちゃん、焼津はお相撲も盛んでしょって。圧迫相撲の発祥の地が焼津だって知ってた。知らなかったっす。そうなんです、私も最近知ったんだけど。なんか、あ、けど静岡県が、うん、あのその相撲なんかあれっていうのは知ってたっす。圧迫相撲を始めたのは焼津青年会議所、いわゆる青年会議所なんです。それがもう全国になっちゃって、はい、ほんで女相撲で、はい、日本がすごい強いんだよ。ああ、そうなんですね。エストニアも強くて、エストニアまで俺の友達の娘が行ったじゃん。はい、はい、すごかったっすか。あ、見てないのか。ああ、日本はやっぱ相撲の国だよね。うん、うん、相撲なんか完全になんか盛り上がっちゃってますね。相撲のあれあるでしょ。はい、土俵が、土俵がね、うん、やってるよ、あそこで結構人が集まって。そうそうそう。え、どこにあります？あの八重洲神社の隣、うん、八重洲神社とあの体育館があるんだけど、ああ、その間ぐらいのとこあって、結構夜でもねライトアップしてやってたりするよね。
見に行ったら楽しいと思う。へえー、すげえ。そうそうそう、子供ちとか大人ちとかね、いろんな人やってるよね、あそこで相撲をね。まあそんな感じで、はい、わかりました。ぐちゃぐちゃになってしまいましたけど、いやおもろかったな。おもろかったですね。おもろかったです。エキサイティングだよ。エキサイティングですね。というわけで、そろそろまた50分コースになりそうなので、本当だ、早い。そろそろ締めさせていただきたいと思いますけれども、はい、どうでした？いや楽しかったっすよ、本当に楽しかったっす。あのおっさんが一番楽しそうです。まあ機嫌よくはね、こっちもね円滑に動けますのでね、本当そうっすね、まあ、そういう状態が続いてくれればいいなと思いますけれども、うん、じゃあまた来週からも、はい、よろしくお願いします。指示距離のエンジョイ庭遊び、はい、ご期待ください、はい、というわけで今日は月曜日から引っ張り出してきてしまいましたチョン君でした。ありがとうございました。なんでやねん、なんでやねんって何よ。あ、ファイブスター見てね。はい、はい、すごいね、減らないね。アンコール。いやいやいや、しなしなしな。やめてください。はい、じゃあ以上で、ね、配信は終了となります。本日もヤジ TV ご覧いただきましてありがとうございまし た。来週の月曜日ですね、17時半からですね、はい、またお送りしますので、よろしくお願いいたします。お願いします。以上、以上ありがとうございました。撤収、撤収、いいよよっ。